はい、よろしくお願いします。今回は中学校古文の古語の活用と係り結びについてお送りします。で、今回ですね、問題っていう風にちょっとそういう動画ではなくって、もちろんこれ見た時にね、これ係り結びのとこなんですけど、あー、これなんとか系でしょとか、何を表すでしょ、知ってる知ってるって方は動画止めてぜひねチャレンジしてもらえたらと思うんですが、あまりこうピンと来なかったり苦手だなと思う方は一回動画を見てもらって、で、覚えてもらって動画を最初に戻してテストみたいな感じで使ってもらえたらと思います。いいかな？ちょっといつもと違う感じになっちゃうんですけど、ね、どうぞよろしくお願いします。で、まず、ここ、開いてるんですけど、これ説明で使うのでちょっと開けといてくださいっておかしいけど。で、ここが古語の活用で、ここかかり結びゾーンです。で、かかり結びはめちゃくちゃ大事で出てきます。よく出てくるんですよ。ただ、古語の活用については、一応俺、古語専門ではないので、知り合いのね、古語の先生に聞いたら、まあまりやらないんですって。まあ、教科書にも載ってないことの方が多いらしくって、で、まあ、プリントで対応してやる先生もいれば、やらない先生もいる、みたいな感じらしいです。なので、いや、全然知らねえんだけど、とか、やってないわ、っていう方は、もちろんスルーしてもらっても構わないです。ただ、そんなにマニアックなことはやらないので、もしね、ちょっと頭の片隅にでも置いていただけるんだったら、そっちも覚えてみてください。で、何かっていうと、これね、こっち、まあ、ない、う、マスター、丸、時、言葉、丸って書いてあるんですけど、これ、古文じゃなくて、口語、普通の方です。で、自分って、国語の文法の動画があるんですけど、ちょっと書いておこうか。これさ、入ってないよね、きっと。ですよね。ちょっと待って。あのね、文法シリーズの、部屋がね、ちょっと寒くてかじかんで、動かない。文法の28の動画で、その文法でね、未然形とか連用形の説明をしてるんですよ。古文の話じゃないよ。で、その時に、未然形、未然、連用、終始、連帯、過程、命令って覚えるんです。それは絶対覚えてください。それは大事なやつだからね。で、そういう感じの活用、変化の仕方が古語にもあります。古文の方にもね。ただ、過程形ではなくて、これで依然形って読みます。そこだけ変わるの。以前。で、いの漢字は、ここくっつかないからね。ここ途中から始まる。これで以前って言います。で、過程形っていうのは、過程なんで、もともと、あと、もしこうなったら、みたいな話をするときに使うのが過程形なのね。で、この依然形っていうのは、もうなってるよ、みたいなことを表します。あ、それは頭の片隅でも大丈夫です。もうなってるよっていう。で、例えば、一個じゃあ、動詞を使おうか。今回ちょっとね、一貫してこの言葉を使って説明しようと思うので、降るね。雨が降る、みたいな。で、これを、もし、もともとのこっち、古文じゃない方、口語の方でやると、降らない、降ります、降る、降るとき、降れば、降れ、みたいな。そういう変化をするよ、みたいなのをやったんですよ。で、同じ感じでこっちも続く言葉が決まってるんです。そうやってチェックできるよっていう。で、それをよかったら覚えてください。まず、ここ、まあ、ないとうがもともとありましたけど、未然形は、図と無です。ちょっと左に寄せてるのは意図があるんで、ちょっと左に寄せます。図と無。で、連用が、手は真ん中でいいや。で、あと、けりです。手とけり。で、下はもう書いてるように、丸、時、言葉、丸は同じです。だから、ここだけなのね。ズーム、手、けりだけ。で、どう変化するかっていうと、降らず、降りて、降る、降るとき、降れば、降れ、みたいな風に変わっていきます。これが古文でも、あ、古語でもね。で、なんで、図と無とけりを左に寄せたかっていうと、これね、図っていうのは、まあ前も出てきましたけど、打ち消しを表します。打ち消しね。で、無っていうのが、まあ、打ち消しは違うよっていうことを表すに使うんですけど、ちょっと見にくくてごめんよ。無が推量。きっとそうだろうみたいな時に使うんですけど、で、けりが、けりちょっとこっちでもね、もう一回取り上げるんですけど、カタカナでごめんよ。
過去です、過去。昔のことね。を表してるよって、そういう意味を持ってるよっていうのもぜひ一緒に覚えちゃってください。だから今回、まあ一応ね、覚えていただけるんであれば、変化の形ね、個語の変化は、未然、連用、終始、連帯、以前、命令という風に変わります。順序。このまま覚えてください。そして、ズーム、続き方ね、フルの、その動詞とかの後ろに続くのが、ズーム、てーけり、丸、時言葉、丸と。で、フルを例えに言うんだったら、振らず、振りて、まあ振りけりでもいいですけど、振る、振るとき、振れば、振れ、みたいな。こういう風に変わるんだよって、いうのをね、覚えてください。これ、活用ね。では、次、かかり結び、いきましょう。で、これはめっちゃ大事です。かかり結びに関しては。で、かかり結びはですね、ここに載ってる、かかり助詞って言うんですけど、まあ、助詞の仲間です。この5個、ゾウ、ナム、ヤー、カー、コソです。こいつを覚えてください。この5個。もうこのまま覚えちゃうといい。ゾウ、ナム、ヤー、カー、コソっていうこのリズムで、ぜひ覚えちゃってください。で、かかり結びって何なのかっていうと、こいつらにね、ゾウ、ナム、ヤー、カー、コソが出てきたら、その、まあ、出て、文の途中出てくるじゃないですか、そいつらが。出てくると、結び、その文の最後の部分、結びって言うんですけど、そこが、ほにゃらら系、まあ、ここでやったやつね、になるっていうことが確定してるんです。だから、こいつらが出てくると、結びがなんとか系になるんだよって、これをかかり結びって言います。で、なんで、ゾウ、ナム、ヤー、カー、コソの順番がいいかっていうと、これちょっとね、楽して書きますね。ゾウ、ナム、ヤー、カー、ここまで。これ全部連体形なんです、最後。結びが。連体形になる。で、コソだけ、今回ね、初登場した依然形になるっていうことが決まってます。で、その例文はこっちでやるので、今はそうなんだと思ってください。いいね。ゾウ、ナム、ヤー、カーは結び。最後は連体形になるよって。コソだったら依然形になるよっていう。これがかかり結び。で、もう一個大切なのは、それぞれそれを使うことである意味を表してくれます。意味。それを覚えてください。で、ここは、ゾウ、ナム、右の二つとコソが同じです。で、何を表すかっていうと、強調です。まあ、そこをね、強く言いたいっていう感じです。強調。いいかな？で、やとかです。ここが大事なんですけど、これ意味二つ持っていて、ちょっとカッコでくぐっちゃうね。意味二つあるんで。一個が疑問です。疑問。で、もう一個。これね、あんま親しみのない言葉なんですけど、反語って言います。反語。疑問と反語の二個の意味を持ってる。で、これはどっちの意味を表すかっていうのは文脈で判断するしかないんです。つまり、読んでいって、あ、こっちの意味の方がしっくりくるね、ここはって判断するしかない。だからちょっとそこめんどくさいんですけど、ひとまず疑問と反語っていう二つの意味を持ってるんだと思ってください。では、例文いってみましょう。じゃあ、全部やるとちょっと長いんで、一応用意したんだけど。で、あ、そっか、その前に、さっきやったケリのやつ説明しようかな。あのですね、このゾウ、ナム、ヤーカー、コソとか文を使った時に、まあ、最後の結びの部分でよく使う言葉があります。もちろん確定じゃないんだよ。確定じゃないんだけど、よく使うのが、まず一つ目。そこ出てきたやつだね。じゃあ、助動詞って書いておこうか。助動詞のケリです。ケリ。入ってるよね。大丈夫ね。ケリです。で、ケリーは、さっきも言ったように、意味は、待ってね。は、いけ！あ、入ってねえ！ごめん。そっかそっかそっか。すいませんすいません。最初からね、板書書いてないと。ちょっとグダったけどごめんよ。助動詞の、
けりが過去を表すと入ったでしょう。 OKOK です。で、まあ、もともとけりなんです。で、今連体形と以前形が最後結びでしょ。つまりけりの連体と以前も覚えちゃってください。で、ちょっと楽して書きますね。連体形がけるです。で、以前形がけれとなります。いいね、けり。だからけりがもともとでけるとけれになる。で、もう一個よく出てくるのが、これ何度でカタカナって書いたかな、まあ、いっか。たりです、たり。で、たりは完了を表します。まあ、そうなったよっていう感じ。で、これね、すごく覚えやすくって、なんでかっていうと、後ろが両方りなのね。で、今、りるれって変わってるでしょ。だから同じ。たると、たれになります。これがよく出てくる。まあ、けり、過去とたる。あ、ごめん、たり、完了ですね。助動詞。もちろん、これだけじゃないんだよ。まだいっぱいあるんですけど、ひとまず、ここ覚えておけば、ある程度、これで戦えるので、まあ、ぜひね、覚えてください。さあ、例文が入るんでしょうか。ちょっと行きましょうか。じゃあね、まず、ぞを使ってみようか。例えば、雨、ぞ。今回、フルでやってるから、じゃあ、はい、いるかな？あるね。で、ぞを使ったら、結びは連体形です。ちょっと、けりの方で説明します。で、今、連体形を使わなきゃいけないから、雨ぞ、振り、けりではなくって、連体なんで、けるが来ます。こうやって、雨ぞ、振り、けるって。これは、ぞを使ったことによって、結びの最後のところが、連体形になんなきゃいけないから、けるが来たよっていう話。で、蹴る。まあ、もともと蹴りでしょ。変化したけど、もともとは過去なんです。だから、これは過去を表してます。で、図を使った、このかかり結びを使ったことによって強調を表してるので、雨が降ったよみたいな。まあ、そんな役の時強調意識しなくていいですけど、雨が降ったっていう過去のことを、まあ、強く言ってるような、言ってるんだな、みたいな感じで思ってください。いいかな？で、同じ強調なんだけど、もし、そのぞのところじゃこそを使ったと。こそね。で、こそを使うと以前じゃないですか、最後は。以前形。だから、雨こそ降りけれになります。こそを使ったことによって最後は以前にならなきゃいけないんで、降りけれと。いいね。ただ、意味としては、まあ、もともとけりが変化しているから過去は変わらないと。で、こそを使って、このね、かかり結びを使ったけど、同じ強調を表しているので、これも雨が降ったよっていうことを言ってるだけなんです。意味としては変わらない。ただ、ぞを使ったか、こそを使ったかによって、文末が変わって、文末、ごめん、結びがね、変わったよっていう。いいかな。じゃあ、あと、やーか、まあ、やでいこっかね。そうすると、雨や、降り。で、ここは連体形です。だから同じ。けりだったら、けるになるんで。ちょっとごめんね。手で消えちゃった。雨や、降り、けるになります。これは、やを使ったことによって、結びが連体形。だから、けるになる。で、ここはさっきも言ったように、疑問か反語。文脈によって変わると。その文によってね。で、今回両方説明します。まず、疑問っていうのは、まあ、英語でも疑問形ってあるじゃないですか。だから、で、けり使って過去なんで、雨が降ったのだろうか降ったのかなっていう疑問になります。これやりやすいですよね。で、反語っていうのは、一回訳しましょうか。雨が降ったのだろうか、いや、降ってないと。降らなかったという意味になります。雨が降ったのだろうか、いや、雨が降ったのだろうか、いや、降らなかったっていう。これは、反語は、ほにゃららだろうか、いや、ほにゃららではない。つまり、言いたいのは、ほにゃららではないっていう否定なんです。降らなかったよっていう。
ただその前に食ったのだろうかほにゃららだろうかをくっつけることによってかなり強くなる印象が。で、しっかりそう訳さないと半語の部分、もしね、訳をかけて出てくると×もしくは減点を食らいます。大体がね。なので半語っていうのはほにゃららだろうか、いや、ほにゃららないっていう訳になることもここで覚えておいてください。いいかな。では今回は、古語の活用とかかり結びについてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回なんですけど、まあ普段ね、こうコメント欄見させてもらっていて、まあ大体こう教科書に載ってるやつをね、やってくださいっていう、まあ訳ですよねっていうリクエストが多いので、まあ教科書に載ってるものであれば、ある程度全部はちょっと無理なんですけど、まあ何個か取り上げていきたいなと思っていて、で、あとはなんだろう、作品のその時代とか、ね、ジャンルとかをまとめた動画も撮ろうかなとは思うので、次回はちょっと決定してないんですけど、またね、何か撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もぜひね、ご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。